重要文化財江川家。これ400年近くこの住居はですね、建ってるんですけども、江川秀達さんはもうこの土地にずっと長く平安時代の終わりからいらっしゃる。でですね、760年前に日蓮聖人がここに寄ったと言われていて、でその日蓮聖人が火伏せの札っていうのを書いていただいてる村札箱っていう、あの巣箱のようなのが分かります？ここに木箱がある、そこにですね収めているんですよ。760年前から一度も火災を出していないという、だからそのお札に守られてるんですよ ね、 ですからそのお札をね、皆さんね欲しいということで、そのお札を版木に起こして、お札のコピーが割とあれですね、大きい柱がそんなにたくさんあるわけで、細かいので組んであるんですね。そうなんですよ。これが小屋組って言って、日本古来の建て方ではそうなんですけども、こう釘が一つも使ってないんですよ。こういうところに楔が全部入っていて、でその楔が揺れを吸収する作用を残していて、で本当に400年近く、伊豆は地震が多い場所ですからね、綺麗な長七跡が残ってるんですよね。ですから昔はほら、カンナがなかったですからね、だからこう長根で長根で少しずつ少しずつ削って、こういうふうに角材にして建てたということなんですよね。結構古いお家とかで梁がね、かなり何本も大きいのが使ってあるのは見たことあるけど、ここってそういうのが少なくて細いから、ね、で高いじゃないですか。そうなんですよね、だからすごいなと思って。でなんでこれ高いのかって質問したことがあるんですけど、やっぱ高くないとこういうこれぐらいの大きな屋根を支えられないということで、こういうふうに高くなってるということなんですけどね。こういう建て方っていうのは外国にないらしくて、皆さんこちらに来てこういっぱい写真撮ってるんですけどね。これ考察、今でいう掲示板です。こういう感じで外に置いてあったものなんですけど、これも300年近く経ってるんですよ。ちょっと浮いているようにも、もう本当に浮いてるんですよね。これがですね300年近く経って、この炭の置いてあった部分は風化しないんですよね。で300年経ってこれ外の置いてあったので、周りだけがこう削れていって、こういうふうに浮き上がって見えるんですか。これが今も使われている台所です。毎日使われているわけではないんですけど、まあ、行事があるたびにね、ちょっとこうこの場所を使ってお餅を作ったりとかね。でこれがですね、お代官様の時に納めていた管轄紙なんですけど、この色のついてあたり全部ではないんですけど、もういろんな版がね、中に入ってますから、全部ではないんですけど、このあたりを納めていたということで、結構でかいですか、もう本当にこの東京の多摩のあたりとか、この山梨の通のあたりとかも全部、このね、三浦半島のあたりとかも全部入っている。結構でかいので、ここだけ、ここの役所だけではなくて、東京の方にもお役所を一つ作って、二つで管轄していたという。まあ一応、幕府の直轄地なんでね、それを代わって治めていたというので、お代官さん。江川秀達さんは、奈良の城主の出身でして、そこからですね、平家と源氏の戦いで負けてしまったので、こちらに流れてくるんですよ。それがちょうど9代目、この9代目の、それでここに、この土地に住み始めるんですよね。で、この28代目から徳川幕府に仕えるんですけども、でそこからですね、ずっと世襲で、代官をなさって、同じ場所で代官をなさってるんで、ちょっと珍しいね、お代官様ってこういろんなところに飛ばされてね、収めていた人たちですから、ずっと本当に火事が起こってないので、10万点ほどの膨大な資料が残ってるんですよ。で、その中のもう4万点はすでに重要文化財に指定されてるんですよ。江川さん、いろいろやっていたんですけど、江川秀達さんっていうと、反射炉っていうね、でっかい、スケールの大きなものがやっぱり有名なんですけど、その他
んも、二段山塾っていう塾をやってたんです。そこで西洋法術を皆さんに教えてたんですね。これなんか、大山康介さん、後の大山巌さんですよ。黒田清隆さんとか、明治に入って本当に活躍で、ね、大活躍した人ですね。人たちがね、いらっしゃるんですよね。でここの塾ではですね、塾の第一期生が、佐久間長山さんが、ここの塾の第一期生なんです。へぇー。その当時にね、その塾で、使っていた、この、高島流西洋法術っていうのを教えていたんですけど、この、二段山塾の塾生の名簿をちょっとずらーっと並べてあるんですけど、これがですね、33束出てきたんですよ。で、それをこう、抜粋して皆さんにね、コピーして、編集してるんですけど、これも、その塾の教科書になるんですよね。実際に使われてた教科書になるんですよ。で、これがですね、まあ、教科書だけではなくて、その絵を描いてね、皆さんに分かりやすく法術の並び方とかね、持ち方とかね、そういうものを皆さんに教えていたということなんですよね。まあ、絵も得意だったんですよね。いろんな才能があって。本当ですよね。すごいですね。絵ということで、こちらの、ちょっとこちらのパネルになっちゃうんですけども、本物が本当にすごいんですけど、これも絵が入れた。すごい。すごいですね。本当すごいです。もうね、これなんかもう、よく見るとなんかこう、チルのこの、細かいところまで、あとこういうね、昆虫のね、バッタみたいなね。細密画みたいな感じですね。ね、本当になんかもう図鑑になっていたんじゃないかと思うぐらい、本当にすごく細かく描かれて観察してね。これはですね、5年前に見つかったんですよ。で、それをですね、ちょっとこれは現代版にね、学芸員の先生が訳してくれてるんですけど、それを3年前にこう、学芸員の先生が読み上げて、この方法でお酒が作れるんだっていうことで、実際にお酒を作り始めてるんですよ。で、それが3年前で、今回で3回目か。そうですね。ちょうど脱穀も終わって、まあ、来年の1月に目がけて、新しいね、3回目のお酒をご用意してるんですけどね。江戸時代にあった時の製法とちょっと違った製法という意味なんですか？あ、同じ製法です。全く同じ製法です。あ、そうですか。この絵はその当時の絵なんですよ。このこういうプリントしてある、これはね、今訳してというかこう、現代版に訳して、入れてあるんですけどね。そうですか。この絵はもうその当時のままの絵ですよ。だからこの手で絞るところまで、全部。手でやってるんですよ。ですか。なんか本当になんかね、本当にすごいものだったので、これが先ほどのあれですよね。家紋なんです、はい。で、この家紋は、徳川家康からもらってるんです。徳川家康がこの辺りに高割りに来てた時に、お酒を献上してるんですよ。それでお酒が美味しいということで、そのお酒にはお酒にはね、そのお水が、美味しいお水が必要っていうことで、この入れた井戸ですよね、をいただいて、その近くにあった菊を添えて、入れた菊っていう、これをもらってるんですよね。こういう感じで、大河ドラマの撮影よくね、来られてやられるんですよね。これなんか、瀬古丼っていう、あれもそこの砂利の上で。すごいでしょ。あとこの篤姫とかなんですけど、あとこの、ジンっていう人がありますね。知ってました。それは、ここはですね、全部医学館になって、ここでいろんなところで撮影してるんですよ。このなんか、診察所もここで、模様替えをして、大沢高尾さん頑張っておりました。そうですね、江川秀太さんがこの後ね、やっぱり英語の時代が来るということで、主に願い出て、ジョン万次郎さんを歌手にするんですよ。で、こちらにいらっしゃる。で、ここでやっぱりジョン万次郎さんの得意な捕鯨のお話とか、造船のお話をね、こちらでしていたということなんですけど、で、これ実際にですね、ジョン万次郎さんが撮ったお写真なんですけど、これがですね、その、秀俊さんですよね。長男坊。上武館っていう、西洋法術の塾を、江戸でやってた方なんですよね。パン作ったのご存知ですか？江川秀太さん。パンを作った。日本で一番最初に。そうなんですね。はい、
実は硬いので、でもこれもですね、はあ、実際に焼いていて、はあ、兵糧パンですよね。持ってこうちょっとずつ口に含んで唾液で溶かしてこうなんかさっきのあの掛け軸にあったあの演習の時にもこういうのを持ってって食べたと言われてるんですけどね。でこれを実際あのここにいた熟成の人たちが実際に焼いてこう食べていたので、うん、その技術をみんな身につけて、うん、あの各藩にね書いていったので、うん、このパンを広めたということで環境界に気をね、うん、いただいてるんですよ。でこの門もですね、まあ、350年以上経ってまして逆位門と言われるんですけど、その向こうから、まあ、ここはねやっぱりあのその当時やっぱり位の高いお客様とご当地の方しか入ってこれなかったので、はい、そういう人たちがここに来た時に弓矢が向こうから降ってきて、はい、それをこう弓矢を食べてくれる守ってくれるものということで、いや弓矢の矢に食う門と書いて焼く芋門と、はい、でこれがですね今お客様のいるこの母屋なんですけど、昔はこういうふうにかやぶき屋根だったんですよね、はい、でこれは60年前に銅板吹きにこう吹き替えてしまったんですけども、それもですねまあこういう綺麗な六章になってあの素敵だったんですけど、やっぱり60年って花盛りが今ちょっと今年の初めに銅板吹きに吹き替えて、お客様がそこから見るとこう10円玉に光ってますけど、ね、ここ見るとそこがですね書院になってるんですけども、もう一応重要文化財なのでちょっとお見せはできないんですけれども、そのかやぶき屋根も2ヶ月前にかやが吹き替わったばかりで、すごく素敵なあの京都の方から職人さんが来て吹き替えてくれたんですよ。もしよかったらどうぞ。でもなんか2ヶ月にしてはこうなんかこう、古びたっていうかこういい味出してますね。そうですね。本当にその当時は本当に2ヶ月前は本当に中で綺麗な色だった。まあこれもまだまだね、綺麗な色なんですけど。なかなか味のある色ですけど ね。かやぶきってもっとね、真っ黒のね、かやがね、かやぶきの屋根がね、想像されるんですけどね。まあこれちょっと吹き立ったばかりで、床屋に行ったばかりのような感じなんですけどね。密で綺麗ですね。綺麗ですよ。で、ここの景色もすごく綺麗なんですよ。いいですね。いいでしょ。これはなんかもう、前にかのビルも何にも建ってないんで、その当時とそのままの景色をここから眺められるんですよね。今ちょっと公開しているお庭のところにこういうニラヤマダケの竹林があるんですけども、このニラヤマダケの竹で作った、あの恩成寺という、これ千利休さんが作ってるんですけども、これが作ったもともとの竹やぶがそこにあるんですよ。でちょっとこれご紹介してるんですけど、見てってください。はい、見てきます。このですね、あの何本かに1本こういうふうに、ね、切れ目が入ってるんですよ。はあ、でこれがあのこんな感じですよね。これがあのニラヤマダケの特徴なんですけど、だからこれが、ね、入ってる竹にはね、こう行きますとこうちょっとあ縄がついてるんですけどね、ちょっと珍しいんでね、見つけられると思う。まあいろいろ説明いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。いいね、ここはこの雰囲気、屋根の作りがなんか変わってるね。富士山あれ、うわ綺麗じゃん、真っ白やん。いや、思わぬところで富士山が見れましたね。はい、買ってみました。後でちょっと食べてみます。江川亭、よかったね。